スイッチバックの応用ですね。当然前提はスイッチバックですよね。そうですね。はい。でもスイッチバックをやった後、これって結構難易度に開きがあると思うんで、ポイントをちょっと一つずつおさらいしていければと思います。はい。まずは反対の手でスローしていただきます。そして手のヨーヨーをサイドスローして直接スイッチバックの形で持っていきます。この時にスイッチバックだと結構下の方を下のスイング当ててやることが多いと思うんですけど、この技に関しては割と付け根から出ているストリング側にヨーヨーを当てる意識があると決まりやすいと思います。このヨーヨーを軸にトラピーズを行います。なるほど。このトラピーズを行ったら次は反対側へヨーヨーをスライドさせます。この時も右手の付け根あたりの部分にヨーヨーを当ててもらうとマウントが乗りやすいと思います。で今のコツでもう一度反対側へトラピーズをしてもらって外してキャッチをします。これね、すんなりできる人の見てると、あ、なんかやってみたら意外とつながるんかなって気がするけど、俺がやった時全然そんなことなかった。思ったよりヨーヨー変なとこ行きますよね、これ。そうですね。ヨーヨーを引き寄せるというか、すくい上げる時がうまくいかないんですけど、意識してるポイントってありますか？そうですね、ここで直接スイッチバックの形に持ってきた時に右手で軽く引いてあげる、この固定されたヨーヨーをちょっと右手側に引いてあげて、自分のまあ腰とか普段トラピーズしてるぐらいの位置で反対側のヨーヨーもトラピーズしてもらえるといいと思います。トラピーズの位置が高すぎるとまあできないことはないですが、なるなるなる、それまだめっちゃなる。ちゃんと普段やるトラピーズと同じぐらいの高さでトラピーズしてもらえるといいと思います。普段自分がやってるトラピーズを思い出せってことですね。そうですね。なるほど。いや、この形を何か別のトリックとつなげたりとか応用ってありますか？外し方の一種としてフーデニーイップを使って外していく技があります。空中でヨーヨーの姿勢が崩れる前にスパッとフーディーニやっちゃうのがポイントっぽいですね、はい、なるほど、ありがとうございます。今回使用していたヨーヨーは何でしょうか？はい、ターニングポイント社のアンタングルになります。バイメタルのパワーってね、こういう一気にスリープロスする技とかにマジで有効なんで、こう 3A の難しい技で詰まった時は一度ヨーヨーの性能を頼りにしていただいて、技のやり方を学んでいただければと思います。この動画がためになったと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントをいただけると動画作りの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで今回は JYF 検定にも登場しているシザーウォークトラピーズ、スイッチバックトラピーズとも呼ばれる技を紹介していただきました。ぜひ最善を尽くしてこのシザーウォークトラピーズ挑戦してみてください。というわけで次回のチュートリアルでお楽しみに。さよなら。